これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。バッターボックスには矢野、バントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。バッターは3番小園。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。送れなかったことがどう響いてくるか。打ちました。ショートうまくさばいてセカンド送球、2塁アウト、1塁はセーフ。ゲッツーは取れません。打席には4番バッタービシエド。今日はまだ当たりがありません。ゲッツー崩れでランナー残り、引っ張った、取った、1塁送球します。1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6回終わって4対1、カープがリードしています。これから7回ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。矢崎が予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。空振り。バットは動きません。よく見ています。高めのボールセンターに上がった。ここは打ち上げています。上がりすぎました。秋山抑えてワンアウト。打順は6番上林。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ワンアウトランナーなしです。さあこの終盤で一塁にランナーを背負います。バッターは木下、そして一塁ランナーは上林。追っつけて打ちました。この当たりはどうか、ライトの前に落ちました。木下ヒットが出ます。ワンアウトランナー二塁一塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを失点してしまうとちょっと嫌な感じになってきますからね。きっちり抑えたいですね。そうですよね。さあそのマウンド上の矢崎、このピンチをどう切り抜けてくるのか。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。インコースの変化球見ています。打った、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球する、センター前ヒット。これでマルチヒット。バッターボックスは9番大島。カープランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ点を許したくないこの場面。インコース高めのストライク。いやここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾くでしょうね。絶妙ですよね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードしっかり抜けていった。ボールは中継、サードランナーがホームに帰ってきました。ドラゴンズ1点返しました。4対2になりました。カープさらに満塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。これで2点差となりました。バッターボックスには代打の福永。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。ここでね、なんとか同点にしたいですけどね。そうですね、この起用に応えたい。
ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。打ち上げた。ぐんぐん伸びる。切れました。ファウル。フェアならば同点かというところでした。レフトへ。このフライはヒットになりそうだ。取りました。ホームに送球。サードランナータッチアップ。タッチアップしません。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。ただここからが大事ですからね。ここでしっかり止めておきたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の田中入っています。さあ2球目は何か。変化球打った。ボテボテの当たり。ピッチャーが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。4対2。ドラゴンズが追い上げています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が3番手としてマウンドに上がります。カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の松山。カープリードで迎える7回の攻撃です。西さん、点差がありますんでここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。バッター高い打球ライトへ。ここはフライになっています。これは平凡なライトフライ。ライトが取りました。バッターボックスには6番坂倉。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。期待しましょう。ワンアウトランナーなし。次が2球目。ボールになります。ボール先行です。インコース、これは外れます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目は何で来るか。高めに外れます。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。打ちました。ライトの前に落ちました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー。バッターボックスには代打の相澤。ヒットでランナー2塁1塁。西さん、
ここは期待がかかってしまいますね。うん、ここでね点が入るかどうか、これはねゲームに大きく影響します。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。初球は外、うん、手元でスルスルっと逃げていくボールですね。まあ、むやみに手を出すと引っ掛けてしまいますね。うん、そうですね。さあ何を狙っていくか。あっと思い切って振ってきました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。併殺狙い、インコースに攻めてきました。三遊間抑えた、二塁送球、二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7回終わって4対2、カープがリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。島内が3番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。カルザゲバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。カープリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから、集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。空振り、落ちるボールです。あっという間に2ストライクです。高め外れました。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。打順は4番中田、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトランナーありません。空振りになります。ノーボール2ストライクです。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。カープ1点差に詰め寄られる一発を浴びました。カープ点差を詰められます、4対3。相手主砲の一振りでした。これで1点差まで詰め寄られています。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。これで1点差に迫られました。打席には5番バッター細川、カープ追い上げられています。アウトコース見送ってストライクです。2球目は何で来るか、引っ張った、あっと強い当たり取れない、細川、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー一塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。ファーストランナーは小田、長打でランナーが帰れば同点です。さあこの終盤で同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには上林、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して
セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁は阻止したかったですけどね。ワンヒットで追いつかれてしまいますからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。センターへ持っていった、大きいぞ、入りました、ホームラン。上林、逆転ツーランホームラン。カープ、この終盤痛恨の逆転アーチを許しました。カープ逆転を許します。5対4、この回1点ビハインドに変わります。ご覧いただきましょう。この場面でホームランを浴びて逆転されています。いやー、もうまさかの一発ですよね。